どうもこんにちは、セーラムシューの鈴木でございます。本日もですね、ショート動画でございます。今回はですね、次男の靴でございます。もしよろしければご覧ください。どうぞ。本日もですね、自宅からお届けしております。以前長男のですね靴をお届けしましたけども、今回は次男の靴でございます。で、今次男がですね、今8歳ですかね。今現在小学校2年生で、4月から小学校3年生に上がるところで、今足のサイズがですね 24.5 となっております。小学校2年生で 24.5 って言うと、もうかなり、ね、大きくなってきているのかなという感じがしますけども、こちら兵庫県の平木さん通販でですね、購入させていただきました。長男のね靴と一緒に購入したという次第です。余談ですけども、平木さんって確かあれですよね、 YouTuber でありインフルエンサーのヒカルさんの編集担当されている名人という方がいらっしゃいますけども、その方は確か平木さんで以前働いていたというね、いうのが多分動画で残っていると思いますので、そういう意味ではね YouTube と靴を結んでいるということも言えるのかなという気がしますけど、そのことは置いといて、今回次男の靴はですね2足購入しております。今ちょうど次男がですね、24の靴がですねほぼサイズアウトという感じなので、今回 24.5 を2足購入しました。まず1足目がこちらですね、はい、24.5でございまして、まあ、こういった面ファスナーって言いますけども、まあ、いわゆるマジックテープですね。マジックテープで留めるタイプの一般的な子供用の靴でございます。で、多くの多分靴メーカーが 23.5 とか 4.5 でこの面ファスナータイプっていうのが基本終了する感じです。この上というのが25とかになってくると、だいたい紐靴なんですよね。なので多分足が大きくなるのが早い子なんかですと、24とかになってきた場合にはもう紐靴を用意しないといけないという感じですね。今ね、長男がちょっと起きてきてパン焼いてますけど、はい。で、うちの子供にですね、その紐靴を練習させようと思って購入した靴がこちらでございます。こちらが 24.5ですね。紐靴のタイプを購入させていただきました。まだ次男は正直まだ紐を結ぶのが、難しい感じです。子供にとってもね、かなり練習が必要なんですけども、やはり紐靴を結ぶようにするタイミングでの4年生ぐらいが多分多いんじゃないかなという気がします。野球とかサッカーやってる子でもほとんどが面ファスナーだったりしますけども、そういう中では、紐靴をですね、早く、結べるようにするっていうのは結構、大事なことかなと思います。なかなか覚えるのが難しい子もいるので、教えるね親としてもかなり忍耐のいる作業ではありますけども、こういうこともですね、しっかりと早めに教えてあげるのがいいのかなと思います。長男と同様ですけども、基本的には子供の足のサイズに合ったもの、それからあとは、かかとがしっかりとしたパーツが入っているもの、これもそうですね、こういう靴をですね用意してあげることが大事かなと。逆に言うと、大きすぎる靴っていうのを履かしてしまうと、子供の足の生育が妨げられる恐れが出てきます。大きすぎる靴っていうのは内反症し外反母趾になりがちです。今本当にお子さんでもそういったね足の悩みを抱えてしまう子供が多いので、もうこれは間違いなく親の責任ですから、はい、ぜひともですね高い靴じゃなくていいので、こまめにサイズアウトするギリギリぐらいの靴をですねしっかりとお選びいただいて履かしてあげるのが大事かなと思います。で、まあ子供用の靴は今安いので、こまめに買ってあげてください。もったいないからといって大きすぎる靴をね履かせるだけはやめていただければなと思います。はい、というとね、ショート動画でいいです。長くなりますけども、本日は以上でございます。どうもありがとうございました。今回ですね、子供靴についてね、またお話しさせていただきましたけども、今回こちら用意したのはですね、自分がですね、鏡式の靴教室に通っている頃に作らせていただいたステッチダウンの子供靴です。ステッチダウン製法で、さらにこのアッパーはですね、ミシンを使わずに全部手縫いです。まあ自分がやはり靴を作るのがそんなにやっぱ上手でなかったというのもあってですね、なかなかこう時間がかかりましたね。で、実際ですね、こちらの靴は今回紹介した次男がですね、この靴を履いておりました。当時は小学校上がる前でしたので、もちろん紐は自分で結べません。なので親が一緒にいる時間だけこの靴をですね履かせておりました。親と一緒に買い物行くとか公園に遊びに行くっていう時だけ
この靴を履かしておりました。小さい頃に紐靴を履かせていたのが良かったのか、紐靴に対してですね、あまりこう抵抗なく接している感じです。まだ紐靴を履いて一人では外に行かせておりませんけども、家の中で率先的に紐靴を履く練習はしております。結び方がまだ綺麗っていうわけではないんですけども、ある程度一人で履けるようになってきたようです。はい。だからといって早いうちから紐靴を進めるものではないです。どうしてもですね、成長が早い子は足も大きくなるのが早いので、どうしてもマジックテープ、面ファスナーの靴というのがなくなってしまう恐れがありますので、そのためにですね、紐靴への対応というのもしておいた方がいいですよっていう、それぐらいです。はい。まあ、なんで紐靴早いうちから履かない方がいいかというとですね、自分も学校の PTA とかに参加していたりとか、あとはまあ子供がまだ学童保育所に通ったりとかしているので、そこの先生方に聞くとですね、地震だったりとか災害の時っていうのは靴をすぐに履いてすぐに外に出ないといけないというのがあるらしいんですね。そういったことを考えると、やっぱり、ね、小さい子が紐靴履くのに時間がかかったりとかすると、これはもう本当に、まあ、言いたくはないですけど、命とのトレードオフになってしまう恐れもあります。小さい子供に早いうちから紐靴履かせるのは悪いことではないですけども、いろんな意味でいいところ悪いところって常にありますので、そこをですねお考えの上、親御さんは決めていただくのがよろしいかなと思います。ということですね、本日は以上でございます。チャンネル登録、それからグッドボタンをどうぞよろしくお願いいたします。本日もご視聴いただきありがとうございました。